ーさん、ご飯よ。いただきます。キャベツだけ、あとは温めるだけだったから。意地悪。いつもありがとう、兄さん。あまり綺麗にできなかったけど、食べられないものじゃないから。ううん、それほどでも。作るの楽しかったし、それに感謝の気持ちは伝えられるうちに伝えておかないと。時間に。夜分遅く申し訳ございません。私、増田静香と申します。この度、こちらのアパートに住むことになりましたので、ご挨拶に伺いました。何？じゃあ、私も挨拶に出た方がいいかな。
はじめまして、水原涼様でいらっしゃいますね。改めまして、私増田静香と申します。そちらの方がご霊媒の茜様。あ、はい、そうです。これつまらないものですけれども、チョコレートです。ちょっと失礼しますね。ご注意くださいね。それ無理に外そうとすると爆発いたしますから。命までなくすことはないと思いますけど、爆発すると痛いですよ。様、ふつつか者ですが、よろしくお願いいたします。静かとお呼びくださいませ。私には一切のご遠慮はご無用に願います。私は増田静か、あなたの許嫁です。心の真ん中、兄さん、婚約者なんていたの？ですから、私が涼様の許嫁です。
それをこれからご説明差し上げます。わかりました。ではかいつまんで、今日本では子供が減っています。詳しいことは省きますけど、これは国の行く末を左右する重大な問題なんです。その対策を講じるため、政府は RTP 推進委員会という組織を秘密裏に設立しました。RTP 推進委員会名前は適当に聞き流してくださって結構です。どうせテストには出ませんから。簡単に言ってしまえば、国家レベルで行われる大規模なお見合いを取り仕切るのがお仕事ですわね。はい、一定の年齢に達した未婚の男女を対象に結婚する相手を指定します。ですから、あなたはこの異性と結婚なさいと。そんな人聞きの悪い、国民の義務が一つ増えるだけですわ。懲役刑です。税金を思いっきり絞り取って、まっとうに子育てをしてらっしゃる方の負担を減らすという案も出てますけど、現実的じゃありませんわね。ただ、何分繊細な問題ですから、試してみないと結論は出せません。そこで一度実際の手順通りに進めてみることになりました。私の配偶者として最適なのは水原涼様だとコンピューターが弾き出したんです。ひどい。せっかく事情を説明しましたのに。確かに突飛な話でにわかには信じがたいかもしれませんけど、証拠をお見せします。お手伝いしてくださる方を呼んでも構いませんでしょうか。失礼して。あ、加藤さんですか。静香です。はい、お願いします。玄関を開けてくださいませんか。
ただいま増田静香様よりご連絡いただきました。加藤と申します。夜分に伺いました無礼をお許しください。上がらせていただいてよろしいでしょうか。失礼します。ご苦労様です。は。終わりました。ニュースじゃありませんわ。やあ、君が水原涼君だね。合成映像でもありませんわよ。しかも生中継。信じられないのも無理はないね。事情は静香さんから聞いたと思う。協力してくれ、頼むよ。バカ女だなんてひどい。水原君、サッカーが好きなんだって。ならわかるだろう。子供の数が減るということは、すなわちサッカー選手候補生の数が減るということ。日本代表が強くあるために子供の数は多くなければなら。君じゃないことは確かだね。まあ、選挙権を持ったらよく考えて投票することだ。ま、これで静香さんの疑いも晴れたかな。協力してくれれば悪いようにはしないよ。じゃあ、よろしく。
亮様の花嫁になることです。私は本気ですよ。私もまだ15です。ええ、ですからとりあえず婚約ということで、ご希望でしたら民法を改正いたしますけど。何かご用ですか？繋がらないよ。多分一時的に回線を遮断しているんですわ。この計画は極秘ですので、末端の警察官にまで情報は届いておりませんから、通報されると何かと面倒なんですの。静かです。先ほどから申し上げている通りです。あなたの婚約者ですわ。それも先ほど申し上げました。
からサッカー日本代表の。私ではご不満ですか？ですからこれから知ってください。私にも涼様のことを教えてください。そういうことがないよう性格的な相性やいろいろな好みを考慮して決められています。私のことを気に入ってくださると信じています。悲しいことをおっしゃらないでください。私努力いたしますから。強情ですのね。そんなところも素敵ですわ。ありえないと思いますけど、本当にどうしても私では納得できないとおっしゃるのでしたら帰ります。そんな、ろくに話もせずに断るなんて、あんまりです。せめてしばらくこちらに置いてください。身近に暮らして、お互いをよく知ってから決めても遅くありませんわ。そうおっしゃらずに、この世でたった一人の許嫁じゃないですか。寝る場所でしたら大丈夫ですよ。ちゃんとシュラフを用意してありますから。玄関をお貸しいただければそれで十分です。もちろん一緒のお布団でとおっしゃるならそれでも構いませんけれど。まあ、照れ屋なんですのね。生活費もきちんと入れさせていただきますし、家事もお任せくださって結構です。まあ、どうしてですの？超高性能型の大和なでしこですから、生涯の伴侶として、うってつけですわよ。顔立ちも、皆様、愛らしいとおっしゃいます。ちょっと背は低いですけどね。それなりに出るところも出てますし。大丈夫。性格なんて目には見えませんから。嫌です。そんなことおっしゃるのも最初だけです。
すぐになれますわ。亮様、寝室はそちらではありませんよ。テレ屋ではなく不言実行型ですのね。でもいきなりというのでは、私にも心の準備というものが。では申し訳ありませんが、私も力ずくで抵抗させていただきます。ごめんあそばせ。亮様、朝ですよ。起きてください。亮様。あ、目が覚めました。避けるんですの？何って言い名付けにふさわしい朝の挨拶をと思いまして。もう往生際が悪いですよ、亮様ったら。いいんですか？まあ、世の中には冤罪という言葉もあることですし。そんな怖い顔なさらないでください。亮様がお嫌なら普通に挨拶いたしますから。おはようございます。ええ、よく眠れました？それはよかったですわ。よろしければ毎晩でも締め落として差し上げます。もしかして痛みとか残りました？そうですよね。よかった。茜さんの部屋に泊めていただきました。
ダイニングの床では寝づらいだろうからとおっしゃって、お兄様に水、優しい方ですね。嘘です、りょう様も優しいですよ。あら、お世辞じゃありませんわ。たった今、私が昨夜どうしたのか心配してくださったじゃないですか。まだお休みになってます。これからお起こししようかと。あ、焼き餅ですか。私は、私のことより兄さん。ねえ、でも本当に。そうだね。おはよう。あかねさんに伺った通りに作りました。何かご不満があったらおっしゃってくださいね。果物なんて誰が切っても味は一緒ですよ。とんでもありませんわ。私、当然の務めを果たしただけです。そうですわね。